初めて電子レンジに住みたいと思った左これは電子レンジ使い方面白い。そしてジンくんがかわいい。翔くんの笑い方ってミッキーマウスみたい。もはや歌ってないキシくんがかわいい。ナンバーアンダーラインアイのインスタグラム。そこは私にとって毎日の楽しみが詰まった宝箱のような場所。今日もいつものように 事前に録画された動画がシェアされ、憧れのアイドルに会える喜びで心が躍る。画面に映し出されたのは、電子レンジバージョンとして撮影されたブローユアーカバー。平野翔、神宮寺優太、岸優太の3人が電子レンジの中にカメラを仕掛け、歌詞に合わせて歌ったり踊ったりする姿は、なんともお茶目で可愛らしい。彼らの遊び心に満ちた演出に、 私は思わず笑みがこぼれてしまう。オーブンとしての人生も考えていきますかスタッフのそんなコメントとともに投稿された動画は、瞬く間にファンの間で話題に。コメント欄には、今日もくれるの毎日毎日幸せありがとう、毎日可愛いをありがとう、といった感謝と喜びの声が殺到している。私自身も、 毎日届けられる彼らの笑顔に、どれだけの元気をもらっていることか。こんなに見てもらえるなら今から焼きたてクッキーになっても構いません。初めて電子レンジに住みたいと思った左ファンたちのコメントからは、ナンバーアンダーライン愛の動画に対する熱い思いがひしひしと伝わってくる。彼らがこれほどまでにファンに愛される理由は、その親しみやすさにあるのではないだろうか。 かつてのアイドルは、雲の上の存在、手の届かない憧れの対象だった。しかし、SNS の普及により、アイドルとファンの距離は格段に縮まり、よりパーソナルな交流が可能になった。ナンバーアンダーラインアイは、そんな時代の変化を敏感に捉え、ファンとの距離を縮めることに成功したグループと言えるだろう。彼らは、高画質で完璧な姿を見せるのではなく、 まるで友人のように日常の延長線上にある親しみやすい姿を見せてくれる。電子レンジを使った今回の動画も彼らの飾らない人柄を表す象徴的な出来事と言えるだろう。しかし、親しみやすさだけが彼らの魅力ではない。彼らはエンターテイナーとしての才能も持ち合わせている。今回の動画にしてもただ電子レンジから顔を出すだけでなく、 ブローユアーカバーの歌詞に合わせて、しっかりとパフォーマンスを披露しているのだ。親近感とエンターテイメント性、その両方を兼ね備えた新しいアイドル像。それが、ナンバーアンダーライン愛が多くのファンを魅了する理由なのだろう。彼らの動画を見ていると、私はいつも、アイドルとファンの関係について考えさせられる。かつては一方通行だった関係が、 今では双方向のコミュニケーションへと変化している。ファンは、ただ応援するだけでなく、彼らの活動に積極的に参加し、意見を表明することで、アイドルの成長を促す存在にもなり得る。ナンバーアンダーラインアイは、ファンとのつながりを大切にし、共に成長していこうという姿勢を明確に示している。彼らの動画は、 単なるエンターテイメントとして楽しむだけでなく、現代におけるアイドルとファンの関係性、そしてエンターテイメントの未来について考えるきっかけを与えてくれる。電子レンジから覗く三人の笑顔。それは私たちにたくさんの希望と元気を与えてくれる。彼らの挑戦はこれからも私たちをワクワクさせてくれるに違いない。そして彼らの活動は これからのアイドル像、エンターテイメントの未来を形作っていく上で、重要な役割を果たすことになるだろう。さて、明日の22時、彼らはどんな姿を見せてくれるのだろうか私は、スマートフォンを手に、期待に胸を膨らませながらその時を待つ。彼らの作り出す世界に、今日もまた、私は心を奪われるのだろう。 ナンバーアンダーラインアイの動画が私たちに問いかけるのはアイドルとファンの関係だけではない。それは私たち自身の日常にもつながる。電子レンジ、それは誰もが持つありふれた家電製品。そんな日常的な風景の中に彼らはエンターテイメントを作り出した。これは私たち自身の日常にも。 たくさんの可能性が眠っていることを示唆しているのではないだろうか。いつもの見慣れた風景、何気ない日常の中に、新しい発見や喜びが隠されているかもしれない。ナンバーアンダーライン愛の動画は、そんな風に、私たち自身の日常を改めて見つめ直すきっかけを与えてくれる。面白そう。私も何かやってみようかな。 彼らの動画を見た後、そんな風に思った人もいるのではないだろうかそれは、ナンバーアンダーライン愛が私たちに与えてくれる、もう一つの贈り物。それは、創造性を刺激する力。彼らは、既存の枠にとらわれず、自由な発想で、新しいエンターテイメントを生み出している。その姿は、私たちに、自分たちも何かできるんじゃないか。 という勇気を与えてくれる。日常に潜む小さな喜びを見つけ出すこと、自分自身の創造性を発揮すること。ナンバーアンダーライン愛は私たちにそんな可能性を気づかせてくれる存在と言えるだろう。彼らの動画は単なるエンターテイメントを超えた社会的な意義を持っていると言えるだろう。彼らは新しいエンターテイメントの形を提示することで、 私たちに多くの視唆を与えてくれる。それは、アイドルとファンの関係、エンターテインメントの未来、そして、私たち自身の日常における創造性。ナンバーアンダーライン愛の挑戦は、これからも私たちをワクワクさせてくれるに違いない。そして、彼らの活動は、これからのエンターテインメント、そして私たちの日常に、大きな影響を与えていくことになるだろう。 ブローユーアーカバー、それは単なる一曲の歌ではない。それは、新しい時代の幕開けを告げる、希望に満ちたファンファーレだ。希望に満ちたファンファーレは、しかし、同時に一末の不安も感じさせる。ナンバーアンダーライン愛の動画が象徴する、親密さとエンターテイメント性の高いアイドル像は、ファンとの距離を縮め、多くの喜びを生み出す一方で、 新たな問題を生む可能性もはらんでいる。また、エンターテイメント性の追求は、時に過激な表現や、刺激的な演出に傾倒する危険性もある。視聴者の目を引くため、過度に刺激的な内容に走ってしまえば、本来のメッセージが伝わらなくなるばかりか、社会的な批判を受ける可能性もあるだろう。ナンバーアンダーライン愛の挑戦は、 これらの問題点を克服し、新しいアイドル像を確立していく上で重要な試金石となるだろう。彼らの行動は、これからのアイドル、そしてファンにとって重要な指標となるに違いない。しかし、問題点はそれだけではない。ナンバーアンダーラインアイの動画に見られる日常的な風景を舞台にした演出は、視聴者側に、 ある種の模倣を生み出す可能性も秘めている。彼らの動画は私たちに多くの喜びと感動を与えてくれる。しかし、同時に私たちは視聴者としての責任も自覚しなければならない。彼らの挑戦を正しく理解し、適切な距離感を持って楽しむことが、ナンバーアンダーライン愛、そしてファン、ひいてはエンターテイメント業界全体にとって、 健全な発展につながるのではないだろうか。